団の発表です。主審川又志、副審大塚晴彦、堀川浩司、フォーソシェル堀越正彦、 VAR 福島光一郎、 AVAR 平間亮、以上6審審判団で行います。なおこの試合のマッチコミッショナーは杉澤直樹です。続きまして両チームスターティングラインナップの発表です。まずはじめにビジター、ジュビロ磐田のスターティングラインナップです。1番ゴールキーパー川島英二、4番ディフェンダー松原空、15番ディフェンダー鈴木海、36番ディフェンダーリカルド・グラッサ、7番ミッドフィルダー上原力也、14番ミッドフィルダー松本雅也、16番ミッドフィルダーレオ・ゴメス、37番ミッドフィルダー平川礼、50番ミッドフィルダー上村博、11番フォワードジャーリー、マテウス・ペイション。続いてリザーブの選手です。24番ゴールキーパー杉本光樹、3番ディフェンダー森岡陸、26番ディフェンダー石久保俊介、10番ミッドフィルダー山田博樹、19番ミッドフィルダーブルーノ・ジョゼ、31番ミッドフィルダー古川陽介、40番ミッドフィルダー金子翔太、監督横渕明乃。以上がビジター、ジュビロ磐田のスターティングラインナップです。Oh!
ミド岩田、キックオフは6時33分です。本日のマッチパートナーは谷田です。